天然痘ウイルスとは、ポックスウイルスか、オルトポックスウイルス属に属する2本、グサリ DNA ウイルスの一種。天然痘の病原体。人類が根絶に成功した最初の病原体で、2020年現在自然界には存在せず、アメリカ疾病予防管理センターと、ロシア国立ウイルス学、生物工学研究センターの2施設のみに現存しているとされている。 天然痘ウイルスは、レンガ系のエンベロープを持ち、大きさは、長径302ナノメートルから350ナノメートル、短径244ナノメートルから270ナノメートルである。典型的なウイルスの大きさは50ナノメートルから100ナノメートルであり、ウイルスとしては巨大な部類である。カプシドの中には、線形2本グサリ DNA のゲノムを持ち、 サイズは185,578円期体であり、187個の遺伝子を高度している。天然糖ウイルスと牛糖ウイルスワクチニアウイルスは非常に遺伝子が似ており、実際初期の天然糖ワクチンは牛糖ウイルスから開発されている。この3社は共通祖先から分岐進化した可能性がある。天然糖ウイルスは 乾燥や低温に強く、エーテルに対して耐性を持つ。対して、アルコール、ホルマリン、紫外線には弱く、容易に復活化する。天然糖ウイルスは、オルソポックウイルス属の他の種である、牛糖ウイルス、ワクチニアウイルス、サル糖ウイルスとは異なり人獣共通感染症ではなく、天然糖ウイルスは、唯一人にのみ感染する。 昆虫や動物による媒介や無症候性キャリアは知られていない。他のポックスウイルスかウイルスと同様に DNA ウイルスとしては珍しく細胞核ではなく細胞質で増殖し他の DNA ウイルスには見られないタンパク質を合成する。最も重要なのは DNA 依存性 RNA ポリメラーゼである。臨床的には天然痘ウイルスは バリオラメジャーとバリオラマイナーの二つのタイプに分けられる。メジャーは非常に毒性が強く、致死率は20%から50%と非常に高い。一方でマイナーの致死率は1%未満である。二つのタイプは増殖温度を除きウイルス学的正常は区別できない。メジャーは八万六千百三塩期体のゲノムと八十七個の遺伝子を持ち、 マイナーは186,986、塩基体のゲノムと206個の遺伝子を持っている。20世紀の間に天然痘によって3億人から5億人が死亡したと言われている。天然痘ウイルスは感染力が非常に強いことで知られている。感染は主に飛沫感染によるものである。感染者からのしぶきや体液が口、鼻、咽頭粘膜に入ることで感染する。 通常は約1.8メートル以内の範囲で感染する。また、感染者によって汚染されたもの、例えば布団や衣類などに触れても感染する。稀に建物やバスのような密閉空間で空気感染する場合もある。胎盤を通しての先天性天然痘はあり得るが、比較的稀である。感染すると12日から16日の潜伏期間を 経て、摂氏39度前後の急激な高熱と、頭痛、脂質痛、腰痛などが発症する。小児には吐き気、嘔吐、意識障害が見られる場合がある。また、病名の由来である発疹はに由来する顔や頭部に多く発生するが、全身に発生する。初期には口の中に発生し、この時に伝染力が最も高い。 水筒とは異なりへそのようなへこみがある。死亡する場合は、症状の発生から1週間目後半から2週間目の時期が多く、原因はウイルス血症が多い。死亡しない場合は2週間から3週間で全身の発疹がかさぶたとなって落ちちゆするが、色素沈着や反根を残すことで知られる。最後のかさぶたが落ちるまで感染者は伝染性を持つ。 自由後は強力な免疫がつき、それはメジャーとマイナー両方に効果がある。天然痘ウイルスの起源は定かではないが、人が集団生活を始めた紀元前1万年頃にはすでに存在していたと見られている。紀元前1000年前後のエジプトのミイラには天然痘の痕跡が見られる。有史以来一時は世界中に存在しており、20世紀になってもインド、アタイ陸、 インドネシア、ブラジル、アフリカ中南部、エチオピアなど33カ国は常在地として知られていた。1958年に世界保健機構は世界天然痘根絶計画を可決し、天然痘の撲滅に乗り出した。当初の戦略として首都の100%接種が行われ、ワクチン成果が上がらないとわかると、今度は感染者周辺に予防接種する。 集団免疫と封じ込めに切り替えた。その結果天然痘は激減し、1977年10月26日に診断されたソマリア人男性のアリマオマーランが記録に残る自然発生で天然痘ウイルスに感染した最後の人となった。その後の監視期間を経て、1979年12月9日に専門家による撲滅宣言。 1980年5月8日に世界保健機構による撲滅宣言が行われた。それ以降は自然界に天然痘ウイルスは存在しない。これは人類が根絶に成功した初めての感染症で、2例目は2011年の牛液ウイルスによるたま、ひずめめの感染症である牛液までない。撲滅宣言が出された後の1978年に、 バーミンガム大学に保管されていた天然痘ウイルス株が漏れ出してイギリス人女性ジャネット・パーカーに感染同年9月11日に死亡した彼女は天然痘で死亡した最後の人となったこの事件をきっかけに保管されているウイルス株の廃棄もしくは世界保健機関が指定するアメリカ疾病予防管理センターとロシア国立ウイルス学 生物工学研究センターのバイオセーフティーレベル4の施設に移動された。2013年時点で地球上に現存している天然痘ウイルスはこれだけである。この2施設のウイルス株も1986年に1993年12月30日までの廃棄が設定されたが、 保有するアメリカ合衆国とロシアの反発により1999年6月30日に延期された。2002年には特定の研究目的に一時的な保管に合意した。2010年も当面のウイルス株の保存に合意がなされているが、米ロは今後5年以内に廃棄の日程に関する話し合いを行うとしている。また、保存に関する科学的根拠を疑問視する声もある。 保存を強く主張する米ロは、生物兵器に天然痘ウイルスを用いるため、秘密裏に保持している国家があることを懸念している。また、ワクチン、抗ウイルス薬、診断テストなどの開発のため、保存を主張する科学者もいる。天然痘ワクチンキット。天然痘は、世界で初めてワクチンが開発された、感染症である。今日でュ痘と呼ばれるその方法は、 1796年にエドワード・ジェンナーが開発したもので、近い種のウイルスである牛頭ウイルスを含む牛頭の脳を用いた方法である。免疫の獲得そのものはそれ以前から知られており、天然痘の脳やかさぶたの粉末を用いて免疫を獲得する人頭法があった。その歴史は古く、最も古いものでは10世紀頃の中国の記録がある。しかし、 人痘法は実際に天然痘ウイルスで感染させる方法であるため、時には死亡する危険な方法であった。対して牛痘ウイルスを用いた牛痘法はたとえ発症しても軽度で済み反根も残らないことからより安全な方法として確立した。なお、病原体そのものの活性を弱めて使用する不活化ワクチンはウイルスでは1885年のルイパスツールと エミールルーによって、狂犬病ウイルスを用いて開発された、狂犬病ワクチン、病原体全般では1881年に、ルイパスツールによって開発された新生細菌の一種で、ある、炭素菌のワクチンが最初である。ありがとうございます。